こんにちは、ソングバードの岩津です。今回はパーマかけてもう2ヶ月ぐらい経ってもうセット今してるんですけど、もうやらないかんみたいなですね、パーマを。でもなかなかできないタイミングってあるじゃないですか。もうその時なんかパーマの片鱗がいっぱい残ってやりにくいでしょ。そういうのをこう、そういうパーマの片鱗をしっかりこうやってスタイリングできる、していく動画です。まあ特に取れかけではもうスタイリングもできないっていう人は結構参考になるかもです。まあ仮にこうパーマかけたばっかりの人はまあでもいいとは思うんですけど、まあどっちかというと本当取れかけ、パーマ取れかけ用スタイリングって感じで、まあちょっとよろしくお願いします。まあとりあえず最初このぐらい取れてますよっていうのを見せていきますね。もう2ヶ月ぐらいですかね、パーマやってもう結構取れちゃってますよね。今もこれただ乾かしただけです。まあ、このぐらいの時期はもうなんかすげえ扱いづらいんですけど、まあこっからちょっとスタイリング、また復活させるスタイリングをやっていきますんで、まあ、ちょっと一回濡らしてから、そっからまあムースつけてって感じのスタイリングをちょっとやっていきます。で濡らしてタオルドライしただけなんですけど、なんか濡らしたらまだ出るんだけどみたいな状況ありますよね。まあなんか今僕もそんな感じです。もうほとんどはもう絶対かけ時なんですけど、まあこの状況でもちょっとこうスタイリングなんとか頑張って、美容室行く時間ないから頑張っていきたいって方向けですね。まあ濡らしてタオルドライして、もうムース家にあるやつ使ってください。まあこんぐらいですね、まあ、適量。ほぼ濡れた髪に直接ダイレクトに毛先中心につける。泡はね、消して大丈夫ですね。消してもらって、まあ残ってもいいんですけど、なぜこうフォーム、ムース状なのかっていうと、やっぱこう髪の毛馴染みやすいようにですからね。泡は別にいらないです。まあ、なかなかやっぱなんでも難易度は難しいですね、このぐらいパーマがないと。しっかり馴染ませて、ムースを。まあ僕ぐらいのスタイル、まあこのぐらいのスタイルでも全然適用可能なスタイリング方法なんで、まあぜひちょっと見とってください。で、ここからも乾かしますね。乾かすときもできるだけも手ぐしゃ通さずに、くしゃくしゃとして乾かしたいんですけど、ここをこうもうちょっと持ち上げて乾かすっていうイメージで乾かされるといいかもですね。ここで乾かすよりはちょっと上の方でこうくしゃくしゃするみたいな。この上の方でこうくしゃくしゃ。くしゃくしゃって。ここでするよりはなんかこう出ます、パーマが。はい、乾かしました。まあ、大体ハーフドライって言って根元乾かして毛先ちょっと湿ってるぐらい、湿ってるぐらいっていうか、まあムースつけたんで、まあ、若干こうやっぱ残りますよ、水分は。まあ、そのぐらいで完全ドライはしなくていいですね。まあ、ここぐらい出せればいいのかなと思います。まあ、ここがベースにして、やっぱちょっと取れかけっていうのはやっぱこう、ソフトすぎると、あ、ワックスがですね、ワックスとか、なんかパーマとかソフトすぎるとやっぱなかなか出しにくいんで、今回は、まあ、ほとんどの人はやっぱパーマかけてるとか、カラーしてるとか、ほとんどの人はやっぱ絶対傷んでますよね。ダメージありますよね。で、やっぱパサつきがやっぱ気になるなら、僕とか気になれば パサつき気になるんで、バームって言って、まあこういうの、ね、読みますよね。を使います。まあ天然オイル固めたようなやつですね、バームって。で、それに、バームでも種類があって、例えば、スタイリング力がちょっと固まるようなバームとか、もうほんと全然スタイリングないバームとかいろいろあるんですけど、それはもう美容師さんに聞いてもらったらいいんですけど、もうこの動画もちろん見てもらってもいいです。過去動画見てもらってもいいです。紹介してますんで。特に A ドットのこのバームは結構スタイリング力があります。固まりますね。だからこのぐらいちょっと出したいなっていう時に N ドットがすごいです。でもそこまでこう、パーマ出たて、したてみたいな時は N ドットじゃちょっとこう、ごわっとして出すぎちゃうパターンもあるんですよ。質感ちょっとごわっとしちゃうんですよね、これって。でもちょっと出したい時はすごくいいです。で、量も、まあ何回も言いますけど、僕はちょっと多めぐらいでいきます。適量はやっぱ難しいです。やっぱちょっと多めぐらい出して、もう手洗って、もう最後流した方がいいですね。少ないよりはマシです。適量出すのはやっぱ難しいですよ。で、つける時も、まあ大体真ん中ぐらいで割ってあげて、アウトラインからこう、丁寧につけて。
けていってあげる。揉み込むように優しく、もうこうですね、こう優しく。で次は上ですね。上も優しく。この時はまだスタイリングはあまり気にしなくていいですね。こうとりあえずこのバームをつけてしまうっていう感覚です。つけてしまって、まあ取れかけている、もうほぼ取れているバームをこう出していくイメージですね。でつけ終わった後に最後スタイリングをしっかりしていくんで、ここでは本当につけるだけを意識してください。で反対、アウトライン。やっぱパーマ取れかけるともう諦めちゃいますよね。でなんかこう変なとこだけ跳ねちゃったりとかして、なんか脱線スタイルができるんですよね。まあでもここでこの動画見てちゃんとこう出せるやり方が分かればいいのかなと思います。であらかたつけ終わったら、まだこんな感じですよ。全体でくしゃくしゃしていく、出す出すですね。ここでこういっぱい、あの出してる。だいぶ出てません？だいぶ出てきたでしょ。でスタイリングっていってこう作っていけばいいですね。まあこれもどういうパーマで巻いてるかっていうのをちゃんと意識してやってます。僕の場合ちょっと外羽なんで、外羽にちょっと跳ねるようにスタイリングする。コロナが大変ですね。もう YouTube 撮りまくりですよ。もう職業がなんか分かんなくなっちゃってきちゃった。まあいいんですけど。で、スタイリング完了。まあだから初期と比べると、そこまで出てないのかなっていうのはあるんですけど、まあもう、本当に最後の最後を出すっていう感覚ですね。これがパーマで。で、最後に、まあ、スプレーでも、ちょっと振っとった方がいいかもですね。で、スプレーも、結構、ライトスプレーを大量に振る感覚が、やっぱ、一番いいですね。こう空気感も出るし。皆さんなんかやっぱ、つけなさすぎっていうのがありますね。いっぱいつけちゃってください、スプレーは。で距離もこのぐらい離すんですよ。このぐらいって多くないですか？このぐらい離してつけるんですよ。で前髪なんかも分け目を真ん中から取ってあげて、ここにつけてあげるといいですね。ここまでスタイリングできれば1日持ちますね、パーマを。でもまあもうほんとかけどきですね、パーマ完全に。まあよかった、ここまで手をかけてもらえると入ってなかった、いいのかな。出てますね。復活しましたね、パーマが。っていう感じです。あんま見えないんですよね、メガネかけないと。まあ、これが、まあ、なかなかこう、ね、パーマがもう残ってない、どうしよう、もう出し方わかんないみたいな時に、まあ、出せるスタイリング、再現できるやり方ですね。まあ、濡らしてムースつけて揉み込むように乾かして、まあ、ちょっとスタイリング力強めで、まあ、保湿もできる、まあ、Lドットのバームが一番やりやすいですね。で、ラスト、まあ、スプレーとかでキープできると、一番いいのかなと思います。まあ、でも本来はもう美容室行ってください。それが一番ですね。じゃあ、まあ、今日は、この辺で、ありがとうございました。バイバイ。